皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。函館のソウルフード、シスコライスなるもの、皆さんご存知でしょうか？なんとですね、そんなソウルフードがあるということで、バターライスになんかちょっとこう、カレーソース、ミートソースっぽいものをかけて、なぜかソーセージが乗っているという感じなんですけれども、いや、なんか美味しそうだな。これすごいんじゃないかなと思ったんですけれども、そんなにね、感動はなかったんですね。いや、きっと、そのちっちゃい頃からこれを食べてる人にとっては、これはソウルフードだみたいな味なんだと思いますけれども、まあ、観光客が行って、うわ、なんかすげえ、みたいな感じはならないので、まあ、函館ね、本当いっぱい美味しいものもありますので、あえてこれを食べなくてもいいかなといった感じでした。別にまずくはないですし、悪くはないと思うんですけど、函館にね、そんなに何日もいないと思いますので、そこで一食このシスコライスにする必要はないんじゃないかなということで参考にしていただきたいなと思います。